サメ最終出勤日です。最終出勤日です。イエーイ。こんな水族館ともうさらばしてやったり。はい、みんないなくなった。あ、マルノンが来たから。福利ラスト給仕ですかね。そうです ね、 ラスト給仕になりますね、これも、うん、最後になりますね。僕が来たらどっか行きましたね。残念。残念でした。みんな休憩タイムです。福ちゃーん。あ、福ちゃん来た。福ちゃーん。どうですか。あー。最後の最後まで彼らはマイペースでございます。ちょっとパクパクしてるところ見てほしかったし。でももう結構後半でしょ。そうですね、割と後半、うん、フグリー。あ、めっちゃリラックスしてるわ。あ、リーが来た。あ、後ろからフグちゃんが来た。サメとフグリーといえばお昼寝動画がバズりましたね。そんなこともしてました ね。あれは1万回ぐらい再生されてますから。サマスイチャンネルでは大バズりですね。まあただサボって寝とっただけなんですけどね。サメが。いやでもあの時間でもお昼の時間に入ってたんですよ。あ、だからサボりではない。12時、12時超えてたからね。そう、12時超えたらもう僕の時間で。だからサメがこの最後ですよ、これハマチューブでの動画出演。カオソブロック崩し森田さんとまだやってないのに。やる？やる気ある？勝ち逃げしていいんですか？あ、いいですけど。じゃあ森田さんは一生みんなに勝ったとは言えないのかね。まあ飼育員じゃなくなりますからね、サメさんは。まあまあ、こうやって福 D の給仕をするのはもう最後ですね。最後、最後だってよ、ダンディ君。もしかしたらサメがあなたの町に行くかもしれませんからね。 その町でまた福 D の給仕をするかもしれない。せえへんやろ。福 D がおしっこしする前提やけど。新しい福 D たちと共に。まだまだあるよ。ワカサギは食べる。 B は何でも食べる。この変な声キャップも最後ですかね、これも。そうです、ね、そう、最後だから被ってきました。それはこれマリンストアで飾るっていう噂があるんですよ。本当ですか。置いていこうかな。サメの抜け殻、化身をホイッスルとともに。あ、いいやん、いいやん。販売はできませんけど。そう、これ欲しいって人結構多いの、この帽子。あー、でもこれなんかアーティストのやつね。そう、アーティストの帽子だから売ってるっちゃ売ってますよ。でも今だったらもう転売で買うしかないですけど。レアキャップ。レアキャップ、もうだいぶ前のやつですね。そうなんだ。はい、ではサメちゃん最後の福 D でございました。はい、じゃあおった。じゃあおった。